すごいね、気持ちいいんですよ、この川をね、渡る橋の上からこう、なんていうんだろう、下るね、こう出雲平野、こう開けてるでしょ。出雲好きなのはね、多分この開けた感じ、平野ですからね、なんかこう、山が遠いでしょ。だからね、多分それでね、気持ちいいんだと思うね。本当に何年か前はね、月一出雲っつってね、毎月ね、出雲に来ようと思ってたことがあって、まあ結局ね、その出雲もでは、まあ8回、まあ自分では末広がりって言ってますけど、まあ冬場のね、中国山地越えはちょっとね、やばいっていうのもあったりとか、まあ、いろいろね、バタバタ忙しかったりもしたんで、8回しかね、行けなかったんですけど、まあ、8回もね、潜れることができたので、まあ、本人的にはね、良かったかなとは思ってるんですけれどもね。でもね、このまま行くと、あんまり都合がよろしくないよね。431に行くと、そろそろね、目的地の出雲大社に到着しそうです。今日はね、正面から入りたいんでね、どっかでね、右に曲がらないと、これ、稲佐の浜っていう、の方からこれ入っちゃうようになるんで、今日も、一の鳥、一の方、なんやそれって。まあ、一の鳥居からね、行きたいなと思うんで、多分この右側に行けば、どっかで曲がっていけばいいはず。ここじゃ早いのかな。ちょいちょいね、出雲来ちゃね、迷っていることもね、多いんですけど、どこで曲がったな。まあいいか。もう一面ね、田んぼが広がってますね。これはね、ちょっとね、早かったかもしれないね、曲がるのがね。もうまた迷いよね、ちょっとこう。今日はね、いつもと違うルートでね、来たんで、なんかね、ごちゃごちゃっとしたところを通ってきたので、今ね、分かってないです。多分ね、出雲大社の位置はあっちなんだと思うけどね。全然これ方向が違うかもしれんな。大きい道で曲がればよかったんだけど、大きい道で曲がって手前すぎたな。手前すぎたんで、またこれどっか大きい道に出るまでは、なんかな、ちょっとね、この辺でちょっとちっちゃい道で戦ってきますね。自分の知ってるところにでもね、出たりとか、これか、これもまだ早いな。出雲大社左って書いてある。じゃあ左だ。いや、さっきのとこまっすぐでよかったんじゃないかっていう話ですよね。まあ、またどっか案内してくれるでしょう。ナビがね、言うたんです、言うかもしれんけど、とりあえず、左に行くとね、ちょっとね、都合が悪いかな。と思いますので。見えないんだよね、ちょうど。まあね、迷うとね、無口になるよね。何にもナビが言わんく、喋らんくなった。音声案内してくれんくなったぞ、これ。これも困るな。
ぶりやなぁ、いつも。なんかえらい時間かかったなぁ、でも。こんなに遅くなるはずなかったのになぁ。予定では昼飯ぐらいに着くはずやったのに。なんだかな、これ、また。まあね、ありがちなんですけれどもね。今日は本当は8時に起きて、8時半ごろ出て、で3時間ちょいちょいだから、9、10、11でしょ、だから12時ごろには出雲に着いてたはず。なんじゃけれども、まあおはよう、まあおはようございますの時間がね、11時っていうのは、まあ家から離れたね、あのガソリンスタンドで、11時だったから、まあそこまでね、予定より言うても、2時間半、あ、2時間ぐらいか。あ、2時間を超えて、まあこんな感じか。で、まあ途中でね、今日はね、途中で休んだりしたんでね、止まっちゃうと大変ですよ、やっぱりね。ほんと5分ほど休憩とか思っても、そこで、まあね、エミマン飲んだり、エミマン飲んだり。まあ、で、まあ、いろいろ、ね、いろんなものをアップしたり、何したり、みたいな感じで。なんか無駄にね、時間食っちゃうんだよね。あれはいかんですね。ここね、まっすぐ行くとね、島根ワイナリーになるんだけど、ここを左に曲がっていくと、多分ね、通り正面からね、うちの方からね、前に出てる、と思います。これ、まっすぐ行く方が多分ね、距離的にはね、近いんでしょうけど、まあ、とりあえずね、あの正面からね、お参りしたいなと思うんで、こっちへ曲がりますね。ここがね、またね、どこだ？このね、曲がり口がわかんないね。ローソン？コンビニかな、曲がる。まもなく、実況館内を右方向です。全面通行止めってどうよこれ。あれあれあれ通行止めかってあれ痛いのができてますけど、あらあら、ほんまあらあらでしたわ。予想外だったな。本当はね、あそこをね通れるんだけどね、今日はなんかダメでした。表参道ですね、ここはね、こうなかなかに、ね、上がっていくところなんですけど、あんまりお客さんもね、いないですね。これはね、出雲大大社社だ、え、大変とおっしゃいましたね。出雲大社前ですね。あまりね、やっぱりあのお客さんっていうかな、参拝の方もね少ないのかな、やっぱし。いつも大社でーす。お、またね、ここまで坂道発進ですね。右方向です。その先、
がにね、まあ時間もね3時になってるから、時間も時間なだけにね、そんなにねお参りの人もねそんなにはいらっしゃらないと思います。まあ平日なんでね、基本はねガランガランで、ね、警備の人もいませんからね。目的地に到着しました。案内を終了します。運転お疲れ様でした。どこでもいいよって前言われたんですよね。なんかね、結構あそこの、なんかね、あの大きい看板の下にね、止める人も多いですよ、みたいなこと言われたんですけど、まあ、とりあえず、ここに行きましょうか。よいしょ、よいしょ。まあね、ここで、よいしょ。はい、到着でーす。じゃあ。